族団か。確かに妙な話だね。これは私の推測なんですが、連中火の国にやってくる前に他国を次々と襲撃してます。そして木の葉を襲った際にもかなりの供物を失ったはず。俺がいっぱいぶっ壊したからな。こら調子に乗らない。つまり奴らが盗賊団と組んだのは供物を新たに作るまでの戦力不足を補うためというわけか。おそらく。ご苦労だった。今回の一件は貴重な情報になる。人間相手なら作戦の立てようもあるというものだ。追って招集をかける。それまで待機しているように。つまんねえってばよ。そんなのなんか文句があるのか。すみません師匠。ほらナルト行くわよ。ナルト、いいところに帰ってきたな。ちょうどお前を探しに行こうとしていたところだ。は？何の用で？新しい任務が入った。この前里を襲ってきた連中に関する任務だそうだ。はっ、ついに来たか。待ってたってばよ。ナルトたちの報告で明らかになったことだが、現在白金一族は盗賊団と組んで活動しているらしい。そこでその情報をもとに新たな作戦が立案された。その内容は、我々が念珠を発見したと情報を流し、それを狙って現れた盗賊団を捕獲する。見つかったのか、ばあちゃん。何言ってんの。よう引き出すための偽情報よ。で、盗賊を捕まえたらどうすんだ。捕らえた盗賊を尋問すれば敵の動向を知ることができる。怪物を捕まえても情報は得られないが、盗賊なら話は別だ。つまり奴らが盗賊と組んでいる今がチャンスというわけか。その通り。ダミーの積み荷は船で輸送する。奴らは必ず船を襲うはずだ。失敗は許されない。3人とも心してかかれ。了解。わかりました。任しとけってばよ。
きやがれ、どこそこめ、ぶっ飛ばしてやるってばよ。あのね、ただ戦えばいいってわけじゃないの。おい、なんで積み荷が偽物だって分かったら盗賊はすぐ逃げちゃうでしょ。だからその前に決着をつけないと。要するに速攻でぶっ飛ばせばいいんだな。結局ぶっ飛ばすになっちゃうのね、あんたの場合。し、二人とも静かにしろ。ヤクザ、Oh, my God.
どんなもんだってばよ。どうやらこいつが盗賊団の首領みたいね。んじゃさっさと里に連れて行こうぜ。いや待て、新手が来たようだ。やはりクグツか。さくら、ナルト、捕まえた盗賊を頼む。おう、わかった。気をつけて。おとなしく年貢を渡してもらおうか。積み荷ならいくらでも持っていけ。偽物でよければな。偽物だと？お前たちをおびき出すために一芝居打たせてもらった。小賢しい真似をしてくれたものよ。お礼として究極の空物が復活したその時には真っ先に木の葉を焼き尽くしてくれる。追うな、ナルト。クグツのことは捨てておけ。え、なんでだよ。今回の目的はあくまで盗賊の捕獲だ。お前に後を追われては盗賊を里に連行するのが難しくなる。確かにその通りね。さくらちゃんまで。奴とはいずれまた戦う機会もあるだろう。とにかく今は任務優先だ。いいな。いいわね、ナルト。わかったってばよ。you
けて盗賊団の首領を里に連行しました。ご苦労、三人ともよくやってくれた。早速その男の尋問を開始しよう。尋問で得られた情報をもとに次の手を考える。早いとこ頼むぜ。分かってるよ。ところで船を襲ってきた傀儡というのはこういうやつじゃなかったかい？ああ、それって最初に里を襲ってきたトカゲ野郎だってばよ。あの後カカシの報告をもとに絵師に描いてもらったんだよ。どうだいネジ、お前が見たのはこいつか？ええ、間違いありません。やはりな。おそらくこいつは一族の幹部が使う特別製の傀儡だ。そういえば如月の村で見た大型の傀儡、あれも特別に作られたみたいでした。敵にはあのクラスの傀儡が複数体いるということか。何体いたって関係ねえ。俺がみんなぶっ飛ばしてやるってばよ。あんた、ぶっ飛ばす以外に言うことないの？やるってばよ。